2015年の大河ドラマ花燃の舞台となった山口県萩市。その萩市にある5つの資産がこの度世界文化遺産に登録されました。山口県で初めての世界遺産の誕生です。世界遺産となったのは萩反射炉、恵比寿ヶ花造船所跡、大分山多々良製鉄遺跡、松下村塾、そして萩城下町です。萩反射炉は西洋式の鉄製大砲鋳造のために試作されました。当時試行錯誤しながら産業化を目指した貴重な資産です。反射炉が現存するのは静岡県の韮山と萩の2箇所のみです。恵比寿ヶ花造船所跡では幕末に平津丸と甲津丸という2隻の西洋式帆船を建造しました。平津丸はロシアの技術、甲津丸はオランダの技術が用いられています。大分山多々良製鉄遺跡は砂鉄を原料に木炭を燃焼させて鉄を作っていた江戸時代の製鉄所の跡です。平津丸を建造する際に船漕ぎなどに利用されました。吉田松陰が主催した松下村塾では明治維新の原動力となる精神が育まれ、明治新政府に活躍した多くの逸材を育てました。そして萩城下町は今でも江戸時代の地図が使える町で、5番目状に区画された町筋、武家屋敷や町屋など当時の町並みが多く残っています。着物や浴衣を着て歩くと自然と町の風景に馴染み、まるで江戸時代の世界を歩いているようです。志士たちもこの道を歩きながら日本の近代化について考えを巡らせていました。世界遺産となり再び光が当てられた歴史の物語、世話ない、ブチエーケー、見においでませ。